こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。トリックはトリート。今日はちょっと言ってなかったけど、サマーカットライオンを見る回をしようと思うんだ。だからサマーカットライオンをね、お手元に用意してもらえるかしら。10時45分からサマーカッ写真集評論会をします。何冊必要ですか？いや、一冊でいいけど。ツイートもした。なんで45分から写真集を見る回を、しますから。出れなくなっちゃう。疲れんこん。
よし。やばい、ついにリングライトが山の中に埋もれた。あの、この山の中にリングライトがあるんですけど、どこに行ったんでしょうか。一旦諦めよう。ダメだこりゃ。なくても可愛い。いや、なんかクマがやばい気がする。寝すぎた、逆に寝すぎたけんかな。ちょっとコンシーラーだけ塗っておこう。いいやん、顔が明るくなったぞ。こんばんは。お風呂入ったんご。風呂入った？みんな。まだ入ってない？入った？あのね、お風呂ってさ、生きてく上で難しいのって、まあ、確定申告とか、なんか、まあ、公的機関の契約のやつとかさ、申請とかさ、なんかふるさと納税とかさ、そういうのがむずいと思うんだけど、一番むずいのってやっぱ風呂じゃないですか。でもね、風呂は毎日入らないと、まあ、今の令和の日本、まあまあまあ人権を失いますよ、社会的な、人間関係的に。だから入らなきゃいけない、分かってるんだけど、なんであんなに決意が固まらないんだろう。風呂に入って後悔したことはないのに、そういう気持ちになりませんか。そんな気持ちを抱えながら今風呂に入るか迷ってるあなた、今行くんだ !GO! 大丈夫。あ、15分ある。18分あるから。じゃあ、あと20分。23分あるから。いける。まだ間に合う。行くんだ風呂に。
ってこい。体調が悪くて風呂に入れない。それは入らんでいい、それは入らんでいい。体調が悪い日は入らんでいい。危ないからな。行きたい心で。ユミリンが舞台、私がねこの舞台に行きたくて、永遠のゼロみたいなやつの。でも11月4日までか、微妙やな。行きたかったけど微妙すぎ。こんばんは。ショーケースの応募期間短い。あ、そうなんや。そうだ、それもあったな。そうだ、皆さんお知らせがあって、いいお知らせです。いいお知らせがあって、なんだっけ、あ、そうだ、東京公演、STA48 東京公演の初日に出まーす。イエーイ。わーい。
はい、今日発表された情報によると、なんと11月4日も11月6日も両方出演させていただけることになりました。今回は、ファーストアルバム懐かしい明日にちなんで、表題曲をシングル曲をメインとした構成でセットリストでお届けいたします。1時間程度のライブ、そして終演後には出演メンバー全員とお話しできるお見送りも実施します。というのはどういうことでしょうか。ちょっとこれの意味がわからないんですけど、ちょっと長めのお見送りってことかな。あ、全悪ぐらいのお見送りかもね。はい、ぜひお越しください。11月4日池袋で15時からと18時半からの2公演です。出演メンバーは、ちほちゃん、くるくる、たかおちゃん、おいた、私、のあぴ、吉田さらちゃんです。11月6日は7時からの1公演で、ちほちゃん、りおつん、くるくる、ひめか、そらは、さきちゃん、私です。お申し込みの受付期間が11月4日の公演と11月6日の公演、どっちも一旦一緒なんですけど、ファンクラブ受付のお申し込みが明日の23時59分までとなっておりますので、お早めにお申し込みください。よろしくお願いします。セトリは全部一緒です。3公演ともよろしくお願いします。じゅんちくん、ハッピーハロウィンベア、ありがとう、ありがとうございます。っていうことで、11月4日と6日も東京になったので、なんと私11月3、4、5、6、7と全部東京で皆さんにお会いすることができるようになりました。イエーイ。まあ東京かどうかとか場所はまあどうでもいいんですけど、とにかく5日間も皆さんにお会いできるということがすごい、なんか久しぶり、なんかあれ、陸上公園のさ、1週間徳島こもったり、1週間なんかね、山口こもったりみたいな時みたいな感じ以来ですよ。すごいですよ。まあただ東京に5泊か、花だれ夜もあるから5泊って考えたら病気になりそうですけど、ちょっとマジで嫌だな。ライブとかファンの人と会えるイベントが嫌なんじゃなくて、東京に5泊がマジで嫌だな。それは本当に嫌なんですけど確実に病気になる、だからすごい嫌なんですけど頑張ります。今なんか大きな声でギャーとか言えないからそれはもうちょっと困る。そう舞台とか絶対行きたくないな。その点で言うと舞台が嫌なんじゃなくて、あの舞台で 1ヶ月ホテル暮らしとかになったらショールームでやることがなさすぎてやばそう。料理もできないし、
大きな声も出せないからカラオケもできないし。まあ頑張ります。かといって日帰りもしたくないしね。東京行けて嬉しいっていうのはもうないのね。もともとあんまりないかも。そんな東京行けて嬉しいみたいな子いるかな。いや、そのカフェとかさ行きたい子はいいんだろうけど、私別にその東京行ってカフェとか行きたい欲ないからな。アイドルのライブとかぶってたらついでに行こっかなぐらいかな。あ、でも東京って平日でもアイドルのライブやってるよね、渋谷とかで。あ、でも自分がライブなのか、毎日昼にやってくんねえかな。自分がライブでした。昼にアイドルのライブがあったらなんか行きたいな。まあなんかあったら探していこう。うわ、大浴場あるホテルだったらいいな。そしたらもう一生暮らせるホテルで。かほちゃん家に泊まらせてもらえば。いや、魅力的だけどもやりとりがめんどくさい。なんでかっていうと何時とかわかんないし、集合時間が前日の夜にならないと。意外とね、意外とそういうなんか人と予定を合わせてどっか行くみたいなのが意外と苦手で。何時ぐらいって言われた時にね、いやごめんちょっと前日の夜にならないとその日何時集合か分かんないから、ちょっと待ってもらっていいみたいなのがめっちゃめんどくさくて苦手。休みの日だったらいいんだけどね。なんでまあ成り行きで考えよう。でも猫ツアーありやな。メイクしたくないしな、仕事の前に。まあ行って体力と相談しよう。とりあえずね頑張んないと。まだね、あの一曲も知らないんで、クラブミクソで何をするかは知ってるけど、やるやつ一曲もまだ何にも。だから本当にあるのかな、初日やば。10日後死ぬ。福フェスもまだ覚えてないし、急に言われたからびっくりしました。何やともあれね、あの5日間、3日お渡し会、4日東京公演、5日福フェス、6日東京公演、7日花だれ公演と3、4、5、6、7の5日間、全部あかりちゃんに会いに来た人いれば本当にあかりちゃんポイント、あのめっちゃいっぱいあげます。なんかアピってもらっていいです。アピってください。私基本的にリアクションが薄いから、なんか言われた時のちょっとアピってくれないと感じ。アピってください。スタンプカードあげたい。
なんか全部来てくれたら、なんか最後の花垂のお見送りの時とかに、なんか変顔してあげる変顔してあげるわいらないったかどこで確認するの？いやもう自己申告よそれは。全部言ったら結婚できそう。まあそれは全部行った来てくれた上で、まあ、手がクリームパンなんだったら考えてあげよう。手がクリームパンで毛がバハバハなのであれば、でピンクのお花であれば考えますけど、にょんつけそう、にょんつけそう。私てかチョコチップメロンパンだからダメだ。私5年生の時に卒業式の時、小学校のチョコチップメロンパン朝4つ食べて卒業式行って、卒業式で吐いた。そっからとかでメロンパンすかトラウマ、うん、ずっといい子にしてられなくて、いい子にしてるのが無理で吐いた。定置お化け、お化けかぼちゃ6個ありがとう。4日のライブのお見送りどれくらい喋れる？知らない、善悪ぐらいじゃない？喋ることメインでライブ来るの？お見送りとかっておまけだから、ライブ目的で来てください。違う、4つってあの分かる？薄皮クリームパンみたいな感じで、その細長いさ袋にさちっちゃいのが4つ入ってるやつですよ。そんなこんなんは4つは食べてないけど、そう。でも私も卒業式とかその式典が大っ嫌いなんですよ。だからもうそのストレスもあったし、なんかいい子にしてるのも嫌だったし、嫌っていうか無理だったし、なんかずっといい子にこう背筋伸ばしてピーって座ってて、でも寒いし、ね、私の時代の学校なんて暖房も冷房もないんですよ。体育館の教室にさえ。もうしんどすぎて、吐いた。吐いたことで保健室に逃げれたからよかったんだけど。先生ごめんねって。こんばんは。
学校は緊張させすぎるね。そう、でも学校は偉いんです。私学校でこんなの意味あるんかよっていうこといっぱいさせられた経験あるし、なんかちゃんと並びなさいみたいな、もうすぐ45分の時もさ、そんな法律ありませんとか言って、なんか言っとったじゃん、わかる？男子とかがおちょけて、私もその時はそれなぁと思ってたけど、今思うとね、なんか例えば大学の卒業式とかでなんかもう思ったけど、礼みたいな時に、あ、例えば皆様卒業おめでとうございますって偉い人が言った時に、1、2、3ってやるんですよ、みんな。言われてないのに、卒業式の練習してないのに。いや、これが教育、義務教育の大切さかって思ったね。やっぱそういうさ、最低限のなんか規律みたいなものは身につけないといけなかったんだなって、節々で思いますけども、かくいう私は袴でいい子にしてるのが無理すぎてずっと口開けてハァーってしてたんですけど、はい、頑張ります。だんだん隣の席のここの距離離れてて、ちょっと感じてたからね、こいつやべえやついるからって思われてたと思います。日本人あるあるでは違うの、ちゃんと親の愛情を受けて学校に行かせてもらって、でちゃんとそれなりにいい子に育ってきたあなただからこそ、それが日本人の常識だと言えるわけよ。恵まれてるわよ、まともある程度まともに育つって。頭が良くても悪くても関係ないです。はい、それではですね、なんと皆さんお待たせいたしました、発売から1ヶ月以上経ち、2ヶ月近くが経ちましたがね、こちら福田あかりファースト写真集サマーカットライオンの鑑賞会をしていきたいと思いまーす。イエーイ。はい、こちらショールームのイベントで1位になってね、ご褒美として作成させていただきました。私過去に何度もショールームイベントに出場させていただいてますけども、これこんなのが作ってもらえるイベントは過去になかったので、本当にあの時頑張ってよかったなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。そして1位の特典ということで、グアムで撮影していただきまして、みんなねページ見てね、どんなシーンで撮ったのか気になってると思うので、ちょっとずつね解説しながら一緒に見ていけたらいいなと思います。ちょっと急に言ってしまって申し訳ないんですけどね、お手元にある方はぜひ一緒に、でない方は想像でお楽しみください。よろしくお願いします。それでは始まり始まりじゃ、はい、サマーカットライオン、はい、まずピンクのところでハート、手でハートしてるシーンです。ニコニコしてますね。これはタモントレードセンターっていう場所で、なんかこのピンクのやつがバズってて、インスタとかでなんか結構ね、インスタグラマー女子が撮りに行ってました。昔なんか昔のインスタ女子って感じかな、最近のっていうよりは。場所です。
強風がやばすぎて OK カットがほぼなかったです。この次のページの2ページぶち抜きの顔、ちょっと微妙な顔あるんですか、こういうこれぐらいしかなかったんですよ、いい写真が。マジで髪ボサボサすぎて、あの顔がちゃんと写ってる写真がなくて、こんな感じになりました。すいません。マジで OK カットが全然なかったです、このシーン。可愛かったけど。残念。はい、続きまして、水色のグアム大学へに移ります。これは、なんかこのね、飲んでるジュースあるじゃないですか。これなんかグアムのジュース、この袋パックに入ってて、でこの袋パックにあのタピオカみたいにバンってストローをペンってなんか刺して飲みました。こぼれそうだった。器用だなグアムの人って思いました。はい、結構ねこのグアム大学のカットお気に入りですね。清楚って感じで。で次のページの学校の教室に入ってみたいな教室の中のカットめっちゃなんか撮られ慣れてるよね。 STU にいるとさ、もうシンクロのたびに制服コスプレして走らされてるから、もうこういう制服着てねぶりっ子みたいなもう大得意です。はい、この4枚の1ページで4枚が連なってるカットめっちゃ可愛くないですか。撮られ慣れてます。はい、いい感じですよね。でこの横のページの走りすぎて走っているポーズは、ここのはあのエブリデイカチューシャでマリコ様とかが喧嘩してるみたいな、喧嘩かな、マリコ様かな、なんか誰か喧嘩してるシーンでしたの場所です。この日学生はいなかったか、夏休みだったのかな、なんかお休みだったらしくていらっしゃらなかったですけど、まあちらほら人はいましたね。まあ、次のページはまあ一緒です。可愛いです、気に入ってます。座ったり伸びたり。そして次のページ、野球場、ポニーテールとシュシュのどっかに出てくる野球場らしいんですけど、ポニーテールとシュシュに野球場のシーンがあったのか私は未だに見つけられていない。でもポニーシュシュで使ったとこだよって言われましたが、どこのシーンだと思うんですけど、私鼻汗がやばくて、ずっとテニスの時こうやって鼻汗をリストバンドで拭きながらテニスしてたんで、なんかリストバンドはすごい懐かしい気持ちになりましたね。次、野球場の椅子のところでのカットですね。うん、なんか顔丸くねこんな顔丸いっけ、こんな顔丸いっけ、この髪ハーフアップが似合わないのかな、なんか顔が丸いのが気になりますけど、まあいいかってか、このナイキの靴かわいいよね、ピンクの、これ結構気に入ってました。欲しい欲しいって、ちょっとあかりちゃんっぽいカットですね。チアみたいなポーズしてボールを頭に乗せてダッシュしてボールを投げてます。こういうの好きです、福田っぽくて。はい、福田推しさんが好きな福田の写真ってこういう写真じゃない、多分かわいいよね。まあ、結構本気で遊んでたのでめっちゃ汗だくでした。いや多いな、野球場のシーン、こんな8ページも割く必要あったんかな。なんかねこれ写真集で思ったんやけど、あの青いナイトプールのページとこの野球場のシーンが多すぎて、もうちょっと緑のワンピースの写真のシーンとか増やせばよかったのにねって思いながら、なんかナイトプールの下りがめっちゃ長いんですよこの写真集、そこだけちょっとミス。だから作ってみたらナイトプールが多すぎた
でも甲子園って野球場も多いな。で、私この野球場のシーンで気に入ってるのは、この金網に手を置いてこう上をかけて見上げてる、おでこが綺麗すぎないか、さすがに撫でたいもんね、我ながら。このきれいなデコです。そして次のページ、ぶち抜きデコ、これね、私の写真集のキーとなるページですわ。でもこのページを見て思ったのは、私ハゲるときはこう猫型にハゲていくんだろうなって思いました。すでにちょっとその片鱗が見えてます。遺伝です。ここは、一本道です。エブリデイカチューシャでのイントロのとこで、あっちゃんがトラックと並走しながらチャリを爆走してるところの一本道です。ここに行きたくてグアムに行ったまであります。で、次のページ、トラックの荷台で笑ってるところ、これは北原里英さんと渡辺真由さんがポニシュシュの MV でラー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 のとこでこうな座ってるところです。ここもね、風がやばすぎて OK カットがあんまりなくて、難しかったんですけど、個人的にはこの写真気に入ってます。で、次またチャリ漕いでるヒッチハイク、これもまゆゆがやってたやつの真似、これがしたくてグアム行ったから、やっぱこのページはかなり大事かな。このシーンは、はい、で次ですよ、次このね、ポニシュシュで元気で笑顔で青春だねーみたいな、その後、いや急におっぱい、何この一本道からの谷間一本線みたいな、いや急展開が急すぎるよ。あかりちゃんちょっと待ってよ、そんなのそんな様子なかったじゃんか、僕はもうってなった。いきなりだよ、一本道からの谷間一本線っていいこと言ったな今。ここの落差がやっぱ衝撃的かなって思いました。で、これはなんだ、わかんないよね、見たことないもんね。これは私もなんだろうって、これなんだろうなって、まだわかんない、だって見たことないし、まだわかんない。で、次のページは渋谷の広告で使った写真です。顔、おでこ、ドアップ、タコス、はい、タコス、タコスのシーン可愛すぎだよな。タコス、でもまだ脱いでないですからね、これはまだ T シャツと短パンを一応履いてますからね。で、なんかこのタコスのらへんからデベソがチラ見えしてます。美味しかったです。次の写真は入ってなかったんですよ。この船の上でこう、こうやってやってる写真は、本当は、この写真集に入ってなかったんですけど、なんか STU っぽくていいなと思って入れました。なんかもう一枚ぐらいタコス食べてる写真があったんですけど、さすがにちょっとタコス食べすぎじゃねと思って抜いたんだよな、多分。はい。で、次のシーンのこういうやつ。もうこれも入ってなかったんですけど、なんか全身写真を増やしたくて入れた。そしてこのお渡し会でね、これ結構好きだよみたいな言ってる人多かったですね。で、その左のページの、ファーストカットっていうんですか、福田会写真集発売
のお知らせみたいな時にバンって最初に出た写真とちょっと違いますからね、これ。ファーストカットを保存してる人見てみてください。ファーストカットはちょっと微笑んでるんですけど、この写真はあんま微笑んでないんですよ。これ一緒だと思ったら違う写真なんで。それに気づいてないだろうな。どうせ、顔より下しか見てねえんだろう。違う写真ですよ。そう。私、これでね、あ、その反応。表情が違う。あー、私がこだわってツイッターとメールで同じ写真と思いきやちょっと違う写真を載せることでちゃんとメールでお金を払って人に対してのこうホスピタリティを意識してることをやってきたけど意味なかったのか。若干変えてるんだよ、いつも。表情の変化に気づいて。海しか見てなかった。そんなやつはいない。変えてます。これは。もう、ファーストカットは散々見ただろうから、いらないでしょと思って、同じようなカットで表情違いを入れました。切ない表情が上手。かわいいですよね、これ。口がかわいいですよね。はい、そして次のページ。これは、ポニシシュで、エビカツか。で、マリコ様が、こう、下着を脱いで、下着じゃない。上着を脱いで、こう、木にかけていくよ、みたいな、シーン、です。で、これね、T シャツが全然木に引っかかんなくて、クリップで止めたんですよ。それクリップがめっちゃ映ってますね。クリップ消し忘れてます、レタッチで。残念。撮影の裏側。で、ここにつけてるカチューシャは、私物です。このカチューシャはね、5、6年前に、もう誰かわかんないけど、ファンの方が、これをあげたの俺だって人いたら言ってもらっていいぐらい。本当に申し訳ないんだけど、誰がくれたか覚えてないんだけど、これなんか、サマンサタバサと、AKB のコラボのカチューシャで、ちゃんとレプリカなんですよ。エビカツのカチューシャの。そう、かわいいよね。で、これ私なぜか、その5、6年前にもらったけど、ずーっと大事に持ってて、いつか使いたいと思うけど、使う機会なくて、今回満を持して使わせていただきました。これあげたの俺だよって人いたら自慢できると思うんだけど、現れないから、多分もう他界してる。誰だったんだろう。知らんけど、使わせてもらいました。ありがとうございました。はい。で、ちなみに、白キャンの小野寺あずさちゃんにこの写真集あげたら、このシーンに一番反応してました。あ、これ知ってるって。やっぱね、うちらは同世代のね、アイドルはみんな一回 AKB オタクやってますから。はい。やっぱ、気持ちが通じ合えるなって思いました。はい。そして、次のページ。四分割、ジャンプ。これ足が長いね。これ足が長いなって思いました。我ながら。このジャンプの四分割はかなり良くないですか？この見開き2ページ結構気に入ってますよ。その横のさ、アップのシーンもいいよね、なかなか。焼けました、この撮影で。はい、次のページ。ナイトマーケット、グアムって感じじゃない、このナイトマーケット。どうよどうよ。はい、あ、そう、私買いできたやつ、そうそう。で、次のページにもう、たくさんの
何枚 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13枚の写真が一気に載せられてますが、いやちょっとねこれは自然体でかなり彼女感ある感じなんじゃないでしょうか。このココナッツジュースが本当にまずくて本当にまずかったです。悪いけど本当にまずかったです。私ココナッツ嫌いなんかも、ナタデココとかも嫌いだし、なんかマンゴーとかも嫌いだし、なんか南国系のやつが好きじゃないのかもな。はい、私の苦手な味でした。でも日本人ってもう分かってるから、現地の人も、もうカモなんですよ日本人だから。もうその水牛の人にも、ね、これ1000円ぐらい払って水牛に乗ってこう10メートルぐらいの距離を往復みたいなやつで、もう荒稼ぎしてたおばさんがいたんですけども、まんまとね、はいおいでおいでみたいな、もう手引っ張られて反抗されて、はいや Thank you みたいな感じでもう水牛に乗せられて、見事にかもられ、まあいいんですけど自分のお金じゃないからね。スタッフさんが爆笑しながら写真撮ってましたけど、無事使われたんで元が取れました。これは良かったです。海外の人はもう面白いね、強引です、全てが。楽しかったですそう、水牛の反抗をされた。そして次のページ、スパム。これの衣装が一番好きかな。スパム、これね、Kマート楽しすぎて、なんか2、3時間いた気がする。イエーイ、かわいい、楽しい。この衣装ね、大好き。Kマートっていうグアムのスーパー、ドンキじゃないけどみたいなところに行ったんですけど、もう全てがカラフルで、全てがたくさんあって、全てがダイナミックで、めっちゃ海外来たって感じで楽しかったです。次のページではポテトとハイネケン持ってますね。てか日本のお菓子も写ってんな。カラムーチョって書いてある。カラムーチョ 2.49 ドルってことは400円ぐらいじゃない？高っ。いや、カゴでかいよね。そう。でも実際に結構買い物しました、Kマートで。なんか全てが重たいんですよね、しかも。で次のページでは、あ、恐竜ね、タオルもピンクでかいし、洗剤もカラフルだし、恐竜のこれ買って帰ればよかったな。でも本当に物価が高すぎて、まあそんなハワイほど高くないんですけど、なんか若干高いなみたいな、微妙に、全部微妙に高いなみたいな感じ。なんかスーパー行った後にコンビニで見るみたいな値段の微妙な高さをずっと感じてて、あんまり買い物してないから、いやだ、どうなんだろう、自分用にはあんま買ってないな。このねグアムの後に生誕祭だったんで、その生誕祭でこうみんなに配る用のものばっか買ってましたね。はい、でもこのでっかいカゴを動かすのもね結構で、はい、このバキュン、この2ページが好きでしょみんな。水鉄砲バキューンとケルケルケルピー、これ、このケロケロケロピーの写真はもう絶対入れたかったの。こんなセルフプロデュースじゃないと入れてもらえんやろこんな写真
ケヨ、ケヨとの共演。ケヨ、あなた写真集に出たよ。ほんと？わーい、嬉しい、みんなありがとう。よろしく。すごいよね。推しと共演しました。写真集で。悪い顔してる。これはお買い上げしました。中にチュッパチャップスがいっぱい入ってた。ダンスの先生にあげました。あの中身だチュッパチャップス全部外見は持って帰った。はい、次、あ、出た、ナイトプール。これ10別冊ぐらいあるぞ。10ページぐらいあるぞ。ナイトプール、ペチャペチャ。でもナイトプールのシーンのこう推しポイントで言いますと、ナイトプールのシーンはですね、グアムに飛行機で着いてテロリストじゃないっていう証明もされて、いろいろ検査を受けて、でホテルに着いた瞬間です。だからもういきなり脱がされて、で一番いきなり一番露出のある水着になって、なんかでもさ、別に私はさ慣れてないけどさ、そのカメラマンさんとかさスタッフさんとかさ、もう慣れてるわけじゃん。別にもう水着の女の子なんてもう吐いてスケール捨てるほど見てるわけだから、私がなんかもう恥ずかしがってたらそれはそれで逆にキモいと思って、なんかもう全然水着でホテルの中歩き回ってたね。余裕ですよみたいな。そしたら本当に余裕になってきて、そう、ね、気にしてる方がキモいなと思って、なんか全然一歩目はちょっと勇気いりましたけど、あの、まあ、外国だし知り合いに会わんわと思って水着でガンガンホテルの中歩いたりうろうろしてたら全然余裕になってきて、まあ撮影の時は結構ノリノリでしたね。はい、あとまあ純粋にプールが楽しかったです。よいしょ、まあ、ビーパボールで遊んだりね。この辺は特にコメントはないですね。ナイトプールのシーンはこう初めての撮影みたいな意味合いが結構あるので、あ、このお水ブクブクのシーンはなんかプールの撮影とかやったことないからどうすればいいか分かんなくてぼーっとしてたら、あ、なんかブクブクみたいなアイドルがよくやってるやつやってみようかって言われて、ブクブクってブクブクっていうアイドルがよくやってるやつってなんだろうって思いながらこうやらされたやつがここに使われてる。これ困惑の表情です。こんなのやってるやついるっけみたいな見たことないけど、なんかそうなんだみたいな困惑してる顔ですね。でこのブクブクの次のページのこう腕上げてこう背中の反り腰を見せてる写真はなんかこれをここ入れたかったんです。私すごい腰痛持ちなんですよ。で腰痛持ちの原因が体の筋肉を使って立ててないことによる反り腰なんですよ。そう、でもこの反り腰がこうなんか体のラインの魅力を引き渡って捨ててるでしょ。だからやっと役立ちました、腰痛が。だから入れました。もうちょいお尻プリッとしてもよかったけどね。こんな感じです。綺麗だよね。で次スイートルームに行きました。ホテルの部屋に、この辺のシーンから結構ねだから普通がすごいんですけど、お気に入りです。まあね、あんまりエッチじゃない下着にしたかったんですよね。そうそう、私別にグラビアアイドルじゃないしと思って、うん、どんな感じですかね。でもちょっと巻き髪にして大人っぽくして、まあでもさ、この下着はさ割とち花柄水着の手をついてこうみたいな。このシーン、これちょっとね、若干、あの、ファーストカット候補でした。あの、初めて出す写真、ね、ツイッターに。けど、グアム感がないので、やめました。
はい、おへそが丸出しですね。で、次のシーンはぶち抜きお尻です。北の位置把握しましたって女子がコメントしてるこういう時って男の人の方がさ、ちょっと遠慮してさ、なんか気持ち悪いって思えたらどうしようみたいな感じでさ、あんまそういうコメントできないけどさ、女子はもう怖いものないよね、全部言うよね。うん、わかるわ。お渡し会の時に思った、女子ほど細かいこと言ってくるおもろい。はい、ぶち抜きゴロンのあかりちゃん。そしてこのシーンね、メンバーからね、好評でしたね。あの右側に顔があって左に おへそがあって、はーみたいな、これメンバーから結構好評でした。このカット、はい、くびれがいいですね。お腹ペコペコにしてたんで、あのイカ水にもなってなくていい感じです。で、次のね、この布団クッションで遊んでるシーンはまあいいんですけど、その横の左側の明るくなって横向きになってさ、上下で2分割になってる写真あるじゃないですか。これが表紙候補だったんです。この上側のページの上半身だけ切り抜いて表紙にしようかなって。で、下のこの布団のとこにさ、タイトル入れてみたいな思ったけど、顔が可愛いから。だけどね、グアム感がないなってなってやめたの。これもしかしたら表紙になるかもしれない写真でした。この左側の上、可愛いでしょ。え、次、歯磨き。写真集出す前に歯磨きはありますかって異常にコメントしてきてた変態がいたんだけど、どこ行ったんだろう。歯磨きあるよって言えなかったけど、その時まだ決まってなかったから、歯磨きありましたね。歯磨きフェチが異常にコメントしてきてた時期があったんだけど、その歯磨きフェチはどこ行ったんだろう。ありました、歯磨きです。歯磨きフェチ成仏したんやろね。はい、で、左側、この写真もね、表紙候補だったですよ。可愛いんですよ、顔が。自然光に当たって目に光が入って、で、真顔にも笑ってるようにも見える。この写真も漏れてたから、表紙にしようかなって思ったんですけど、これもグアム感ないって思って、グアムで撮った意味ないなって思って、やめました。でもめっちゃ気に入ってます。で、次の写真、これ可愛いよね。パネルにもしたけど、もうどっかの HMV かなんかの、次のあの上にパジャマ羽織ってる黒い下着の、なんかこれ可愛いよね、めっちゃ。これは可愛いわ。これ可愛いわ。みんな写真集でどこのページ見せるってなったら、これ見せて。これ可愛い。これ天下取れる顔してるわ。漏れてる。アーシャにしたい。可愛い。次の、その横のページはなんか太ももがたくましすぎるけど。ズボン脱いで、ってなってる。はい、次のページ、お尻です。髪の毛きれい。お尻。お尻です。次のシーン。黒い下着のシーン多いな。ゴロンです。ゴロン。これね、でも朝一なんでね、この顔のむくみのなさは素晴らしいですわ。ゴロンです。
ゴロンと背中。特にコメントはないです。はい。あ、次のやつ、これね。次のこのね、横のぶち抜きの足をクロスさせて寝てるやつ。横向きに。これ写真ね、気に入ってて。そう。最初これ広告にしてたんですよ、渋谷駅の。だけど渋谷駅の広告で、露出ダメだって。そうそうそう。結局却下になったんですけど、これめっちゃ気に入ってました。てか、この日、この目、ヘア目が漏れてんのかな？かわいいな、全体的に。いい感じ。かわいいです。漏れてます。次！あ！よかったー！アイドルあかりちゃん戻ってきたー。白カチューシャのシーン。これ結構好きやろ、みんな。アイドルあかりちゃんが戻ってきたぞ。結局、こういうのが、良くない？なんか、もう、もう脱がなくていいよね。普通に。結構このスタイリング気に入ってます。で、これ！この3ページ目のさ、手をこうやってやってさ、うんって見てるやつ。これね、これも却下になった後に、渋谷駅の広告のタコスのとこにこれをはめるかもっていう感じでした。そう。でもちょっと、広告にするんだったらもうちょい笑ってた方がいいかなと思って、やめたっていう。これも結構気に入ってましたね。かわいい。で、横顔見て、あ！表紙の水着ですね。表紙の水着。ここもね、これ最初さ、見て、この表紙の水着の、あの、ページの1ページ目。髪の毛下ろしてるでしょ？でも次のページ髪の毛三つ編みにしてるじゃないですか。これなんでかっていうと、最初は全部下ろしていく予定だったんですけど、あの、強風、これもまた強風がやばすぎて、何も取れねえってなって髪の毛をくくられました。途中から。そう、風がやばすぎて。っていう写真です。三つ編み、三つ編み。でね、その次のページで、こうやって、こうなってるやつと、こう手を、キャーみたいな。これは、ユミリンの写真集で、こういうシーンがあったんですよ。それを真似しました。なんで入れました。ユミリンにこの前それ言いました。それ喜んでた、なんか。って。そう。っていう写真です。次、緑のワンピ。これ撮ってる時はね、この緑のワンピなんか微妙と思ってたけど、写真が上がってみれば、結構いい感じでしたね。撮ってる時ね、この緑のワンピがね、なんかもうペラペラすぎて、ずっと怒ってたんですよ。なんか本当にこのワンピースマジでなんかペライし、なんかスカスカだし、あんま好きじゃないわとか言いながら撮ってたけど、撮ってみれば結構いい感じですね。この港はエブリデイカチューシャのアウトロで最後さ、船に乗ってこうるのをこうやって見送ってるシーンあるじゃないですか。メンバーさんがアウトロでトゥトゥルル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 って。そこのマリーナです。そう。で、ずっと日が暮れるのを待ってたんですけどね。夕日が落ちるのを。なんか絶妙に雲が多くて、あんま夕日刺さなかった。これの3枚目の、なんか、こっち見て帰ってしてる写真？全身の。これ結構好きって人多かったですね。
お渡し会の時。横顔が可愛い。てかこう見たら三つ編み連続やな。今日メールでこれのオフショット送りました。ね、可愛いですよね。この緑のワンピースのシーン、本当は見開きだけで終わったんで増やしました。倍に4ページにした。そして次、メガネ。メガネ似合う。メガネ可愛い。なんか私これを機に、なんかメガネ可愛いなと思って、伊達メガネを買ったっていうね。メガネ可愛くね？なんかメガネだった時は目悪くて、なんかメガネ、目ちっちゃく見えるから嫌だったけど、伊達メガネって度が入ってないから目がちっちゃく見えないんですよ。だから可愛いんですよ、なんか。メガネが嫌だった理由って、度が入ってることによって結構きつめの。目がちっちゃく見えるから嫌だったんだな、私って思って。メガネ可愛い。そう、メガネ、ちょっと秋の、秋服とかに合わせたいですね。メガネ、メガネ。メガネ4ページ。かわいいやんか。そう。で、次。コーヒーカップに、ヒゲ。今日のラテだ、今日のラテ。今日のラテだ、今日のラテ。この顔千穂ちゃんに似てる？嘘、本当？そうかな？わかんないやん。まあ、ラテね、これ。今日のラテ。で、その横。なんか脱ぎ始めた！ラテに酒でも入ってたんかな？脱ぎ始めたぞ。へそが丸い。お！なんか風呂に、風呂に入ろうとしている。下、T シャツを脱ぐんかな？なかなか脱がんな。さっき持ち上げとったくせに。なかなか脱がない T シャツ。あー脱いだ脱いだー脱いだー。また反り腰見せよるわ。あ、また来た！脱いだのになんで来た？着てシャワー浴びよる？またこれストーリーで考えたらちょっとおもろいな。脱い、一回脱ぎかけて、でもまた着て、脱いでベッドに置いたけど、また来てるし、来た状態でシャワー浴びてる。これはなんだ？だって面白い。ラテ飲む、脱ぎかける、脱ぎかける、やっぱ着る、脱ぎ捨てる、洗濯。なんで来たんやろ。寒かったんかな？なんだろうな、これ。どうしてもやっぱ着たかったよね。あ、でも結局シャワーの中で脱いでますね。洗濯ついでみたいな感じなのかな。ちょっとわけわかんなくなってますけど、写真集すぎるそれな。でもこのやっぱりもう一回着てシャワーを浴びてこっちを見てるシーン、結構これ裏表紙にするか迷ったぐらい気に入ってました。この写真推しです。はい。で、続き。グアムの街並み。やっぱり着るの良いな。やっぱり着ることへのフェチあった。グアムの街並み。まあ、アイドルあかりちゃんですわ。これ。ニコニコ顔。ニコニコ顔。ハードロックカフェ。この写真いいよね。このハードロックカフェの写真めっちゃ気に入ってます。フクフェスのポストカードにもしたけど。かなり良くない？かわいいよね。麦わら帽子絶対やりたくてオーダーしたんです。グアム最高だったぜ。そして最後のページにグアムと、もう観光客丸出しのグアムを出して、で、表紙の横側にニャンスケさんの絵を描いて終わりー。そして表紙の中の写真も楽しんでください。
表紙の裏もあります。イエーイ、終わりました。ふー、45分も喋り続けた。そして生写真もね、ポストカードもね、3種類あって、もこれはその3種のうちの1種なんですけど、3種類中1個が入ってますのでね、楽しんでください。そしてあの写真集の中に別冊が入ってて、これ中身もあるんですけどね、こういったねロリータの感じのね別冊も入ってますから、これもこれが本当はやりたかったんだねってよく何回も言われましたけど、いろんな人に。まあそれはそうです。でもなんかロリータの服をグアムに持っていけなくて、これは別冊東京で撮りました。以上です。どうでしたか？熱い、汗かいてきた。なんか興奮して喋ってたから。別冊の解説もするか。別冊は、まあ、これから表紙がこれなんですけど、お人形、でも解説することはない、スタジオの中で決め顔してるだけだから。このユニコーンの写真気に入ってますね。でまあ、ちょっとダークなシーンもありつつ、まあ、最後は寝てると、はい、いう感じです。いかがでしたか？いかがでしたか？著者福田あかりは珍しくない？そうなの？このクレジットとかは私結構どうでもいいと思ってて、なんか意外とファンの人そういうとこ見てんだなって思いました。カンズ頑張った、ありがとう、頑張った、てかみんなが頑張った、ショールームイベントを頑張ってくれてありがとう。おかげでいい写真集ができました。なんかショールームイベントのたびに思うんだけど、なんかファンの方的、STU のファンからしたら、まあ、ショールームで貸し取ったから写真集出したんでしょう。かもしれないけど、あの、写真集出しましたっていう言葉ってめっちゃ強いんですよ。自分の、こう、ブランディング的に。わかる？別に STU を知らない人からしたら、別に写真集を出したか出してないかだけのことだから、イベントで貸し取ったとか知らないし、どうでもいいっていうか、その、きっかけは。なので、写真集出したなんてすごいねって、こう、やっぱ一個ランクが上がったので、自分の、なんか、こう、紹介される時の、役職？なんて言うんだろうな。自分の肩書きが一個増えたみたいな、ものもなったので、すごいその点でも仕事もやりやすくなった部分もあるだろうし、なんか、みんな私のマネージャーだね！ありがとう！ございます。一つ箔がついたって言ったらいいんだね。箔がつきました、一つ。またありがとう。っていうか含めますで、写真集を出したいなって思ってたから、こうした形で自分らしい形で夢が叶って、すごい一番いい出し方だったんじゃないかなと思って、すごい嬉しいです。あの、素敵な優しいファンの皆様に恵まれたことに本当に感謝してます。ありがとうございます。拍手。たか、おちしか勝たん、ありがとう。おちしか勝たんの東京遠征とかもホテルに箱で送っとこうかな。写真集配りまくりたいわね。大きい方のキャリーに詰め込んでいこう。ありがとうございました。そして、来たる11月3日には池袋の HMV さんの方で写真集のお渡し会もございます。皆さんぜひ
いらしてくださいとか、写真集お渡ししてサインも書いたりとかいろいろできるので、今日ちょうどツイッターに URL も貼ったのでね、写真集お渡し会、まだ写真集ゲットないしてない人はこの機会にぜひいたし、ゲットした人も、写真集をの渡し会限定のポストカードがついてきたり、写真集お渡し会限定のポスターがもらえたりしてお得なので、ぜひ来てください。そして写真集いっぱい買っちゃって困るって人は、ぜひおたともさんに配ったりとか、なんか知り合いとかに布教してくれると嬉しいです。そうだってこれ一冊ね3000円もするんですよ。3000円もするってこう本人が言うもんじゃないと思うけど、3000円でこのクオリティがゲットできるので安いと思いますって言えばいいんでしょうけど、まあ言うてでも3000円ですからの本をもらったら嬉しいと思うんですよ。なのでぜひお友達とかご家族とか、なんかアイドル好きそうな人とかに配ってくれたら嬉しい。で、布教してください、ぜひ。AKB の MV の聖地巡礼になってるんだよっていうこととか言ってみてください。お願いします。なんか写真集ってその子に興味なかったらただもらってどうしようだけど、 AKB の MV の聖地巡礼になってるんだよって言われたらちょっと開くきっかけになりませんか。なんかそれも自分的には感じてます、ここ2ヶ月なので、ぜひ皆さんそういった方で布教もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。配った？ナイス。ありがとうございます。こんばんは。ツバメ、ハロウィンお化け、ハロウィンジャッコーランタン、たくさんありがとう。トリックアトリート。どう？写真集の解像度上がった？見るの楽しくなったでしょ。ぜひお渡し会で好きなシーン教えてください。出させてくれてありがとうございます。本当に出してよかったです。嬉しかったです。
え、絶望の告白にならない感想を考えなきゃ。いや、いいよ、言ってくれて。ただ、いじられるだけ、私に。って感じ。知り合いの喫茶店に置いてもらってますコーヒー飲みながらマダムたちが見るから。お化け。あと、そうだ、今日ツイッターでめっちゃリツイートしたんですけど、ガラフェスの時の漫画を田辺先生がまた書いてくださったので、リツイートしたのでぜひ読んでみてください。なんかね、あかりちゃんのページも丸々1ページぐらいあるはい、すごかったです。ケージのノブ、ジャコランタン10個ありがとう、ありがとうございます。でもすごい、思ってること一緒だった。数あるフェスのワンステージワンステージを大事にしようってより思うんだよね、自分でいろいろやってると。ねえ、みんなからしたら毎週さ、たくさんあるフェスのたった20分30分かもしれないけど、その20分30分を作るためにいろんな人がいっぱい動いて、いろんな思いがあるっていうことはすごい、副フェスをやっても思うことだでもあったし、自分が出てても思うことだから、なんか、その思いをちゃんと文字にして書いてくれたのは大きいなって思いました。ありがとうございます。そう、そしてもうオタクを突き進めて職権乱用できる立場であっても、その熱意がないとここまでできないなっていうのは田辺先生にもあったし、私にもあることかなって。お互い似た者同士なとこはあるかもしれないですけど、だって権力があってもアイドル別にそんな心から好きじゃなかったらそこまで熱意持ってやらないだろうし、ブッキングとかも。そう、めっちゃオタクでもやっぱそれを仕事にしてないとフェスは作れないわけだし、行動力のあるやばいオタクが本気を出してしまった結果が福フェスであり、今回のこの田辺選抜でありと思いましたね。はい、おもろい同業者が現れたってやったこ、現れたな。
ぜひね皆さんリツイートしたので読んでリプで感想など送ったらきっと喜ばれると思うのでお願いします。ドゥルンドゥルン、ふう、まあそんなとこかな今日は。とりあえず東京来週3日から7日までいるから会いに来てください。一個一個大事にしてるんだ。私は東京劇場っていう言葉はなんかはってちょっと思うとこもあったから、実はそれが発表された時はショールームでも一言も触れてないし、リツイートもいいねもしてないし、メールでも何も送らんかったけど、ちょっと反抗心を込めて。でももう始まるってなったらそれに関わってくれる人がいるし、それに来てくれる人がいるし、出れるのめっちゃ嬉しいし、めっちゃ楽しみだし、めっちゃ頑張るし、やるからには STU のファンをいっぱい増やして、ガーデンシアター、そして8周年の広島コンサートにつなげたいと思ってるので、めっちゃ頑張ります。なのでぜひ会いに来てください。なんか瀬戸内で AKB になれると思って作られたアイドルに入ったから、なんかその瀬戸内って言葉を利用してほしくないの、東京の人に。されたくないの、瀬戸内民としては。なんかその瀬戸内にあんまりそんなメジャーなアイドルがいないから、 STU はまあ仕事もらいやすいとは思うんだけど、その瀬戸内を利用しないでほしいなって気持ちもあるし、でも瀬戸内のお客さんも大事だし、東京のお客さんももちろん大事だから、どっちに行ってもどっちも全力でやる、それでよくねっていう。別にどこでライブやるかは、あの運営の人が決めてくれるから、私はそれを全力でやるし、福フェスだっていろんな場所でやらせてもらってるから、全部つなげて STU の8周年に向けていい一歩一歩にしていくために、なんか別にもう細かいことは考えずに、ただ頑張ろうっていう気持ちで迎えます。11月来てくれる人が楽しいって言ってくれればそれでよくねっていう感じです。はい、皆さんも来てみてください。とりあえず私は PR 舞台のシーズン1の時に池袋クラブミクサで何十回も公演してました。でもう一回もお客さんが入ったクラブミクサを見たことがない。無観客のクラブミクサーはね、10回以上見ましたよ。けど、お客さんが入ったクラブミクサーはまだ1回も見たことがないから、それを見れるのがすごく楽しみで、泣いちゃいそう。クラブミクサーの、なんか、ことめっちゃ知ってるけど、お客さんが入った景色だけ知らないってめっちゃ悔しいから、ちょっと11月4日、初めて、お客さんが入ったクラブミクサーに、立てるっていうのがすごい嬉しいです。楽しみです。その中に緑のペンライトの人が一人でも多くいたらいいなって思うから、お待ちしてますね。楽しみだ。
見ちゃ、そんなことやってたらすぐにクリスマスコンサートが来て、すぐに大打ち上げ会が来てね、すぐに新春新年公演が来てね、あっという間だろうね。楽しみましょう。めっちゃ早い早い早いよ、次日が経つのが早い、信じられないわ。今さらお腹が空いてきたけど、もうダメだもうダメだ。おとなしく終わろう。お風呂も入ったし寝よ明日も頑張るぞ。目覚ましかけとこう。雨降らないといいな。今夜やみそう。よかった。にゃん。明日は広島。アリちゃん生誕祭だ。アリちゃん20歳。エモ。ランキング読むか。山猫坊主ハッピーハロウィンベアーを作ってくれてありがとう。こちらこそありがとう。みんなのおかげで出せたんだよ。ありがとう。いっぱい見てね。アラップ、土日休み以外、土日以外休みなので結構辛い。必然的に5連勤だし。そうだね。今日は10回目で待ち受けくじあかりちゃん出ました。あ、猫？よかったね。
いいことあるじゃん。服届きました。ありがとう。なっかー。ありがとう。勇気。写真集の評論会とっても良かったです。僕もまた福ちゃんの写真集を振り返ってみました。本当良かった。一緒に見てる気分になりましたか？ありがとう。てーちー。ありがとう。じゅんじくん、今週、午前で仕事片付きそうなので、香川の学祭楽しみです。お、外出先だったので手元に写真集がありませんでした。帰宅したら確認します。あら、ごめんね。ごめんね。ちょっと頭の記憶を呼び起こして帰って見てみてください。ありがとう。タカ、写真集解説ありがとね。撮影の裏側を楽しめました。やっぱり自転車でデコ全開の写真がほんと好きです。あれね。一番私っぽくていいですよね。ありがとう。九州のノブ、解説ありがとう。改めていい写真集ですね。推しの写真集ほど嬉しいものはありません。大好き。本当に写真集を出すって、だって、一冊推しが載ってる、丸々載ってる本だよもんね。やばいよね。おめでとう。ツバメ、ありがとう。カンズ、ありがとう。ミケちゃん、今の福ちゃんしか出せない魅力の詰まったいい写真集です。そうでしょ？私もそう思います。ありがとう。私らしいよね。埼玉のおいたーん。ありがとう。1位は、セブン。ありがとう。写真集評論会配信ありがとう。こちらこそありがとう。やっとできました。よかった。やりたかったんだよね。はい。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。いきます。ありますと、福田はストーチ。三度の飯は飲んで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこやすいみんじみです。はい。ハロウィンキャンペーンイベント始まっておりますが、ハロウィンギフトたくさんありがとうございます。はい。写真集のお渡し会も3日にあるので来てください。福フェス花だれ公演東京公演もお待ちしております。お疲れんこやすいみんじみです。寒くなりそうなので皆さん体調に気をつけてお過ごしください。明日も頑張りましょう。見てくれてありがとうございました。お疲れんこやすいみんじみです。キャッチフレーズをやったんだろうか、もうわからない。バイバイ。やったんかな。やったんだ。覚えてないやもう。バイバイ。